よ、ユキ。何してるんだ？やあ、キリト。今ね、買い物に行くところなんだ。買い物って、ポーションか何かか？ううん、布をいくつか欲しいなって。布？ね、せっかくだから一緒に買い物行かない？意見も聞かせてほしいし。まあ、俺は構わないけど。じゃあ行こうか。付き合ってくれてありがとう。いろいろ参考になったよ。けど、なんだって勇気が裁縫スキルの練習を？アスナがやっているのを見て楽しそうだなって思って始めたんだ。まだ簡単なものしかできないけど、自分で物を作るってすごく楽しいね。物に対しての愛着も湧くだろうしな。そうそう、一番最初に作ったハンカチは出来も悪いのに今も捨てられず持ったままだよ。そうだ、これから一緒に裁縫してみない？俺も一緒に？心配しなくても平気だよ。練習さえすればみんなできるはずだからさ。そうだな、何か新しい発見があるかもしれないし、試してみるか。よし、決定。それで俺にも作れそうなものって何かあるかな？初心者だとさっきも話したハンカチから始めるのが普通かな。なるほど。ちなみに勇気は今どんなものを縫っているんだ？僕は今リボンをよく作っているかな。そのための布を買ってきたわけだし、今までの成果を見せてあげるよ。ピッピッと。ほら、こんな感じ。おお、ずいぶんいっぱいあるな。楽しくなってついたくさん作っちゃうんだよね。どれもうまくできてるじゃないか。本当？そう言ってもらえると嬉しいな。それじゃいよいよ挑戦してみようか。おう、指導を頼むよ。それではまずは生地となるアイテムを用意してください。持っていないんですが。じゃあ僕のを分けてあげる。好きなのを選んでいいよ。じゃあこれをもらうな。そしたら次は裁縫用の針を持ってください。間違って毒針とか装備しないようにしてね。先生、裁縫用の針も持っていないんですが。忘れ物はいけませんよ。今日は先生のを貸してあげます。サンキュー。はい、針を持ちました。それではリボンを作っていきましょう。まず生地をタップしてください。4回タップするとこんな感じに折られていきます。4回だな。1、2、3、4。この段階ですでに勇気のと形が違うんだけど。それはスキル差だよ。まずは気にせずそのまま。次に生地に針をピコピコパって当てれば、ほらできた。おお、リボンだ。さあやってみて。生地に針をパッパのパッだっけか。うん、大丈夫だよ。続けてみて。こんな感じか。それを続ければ完成するよ。よし、パッパのパ、パッパのパ。それにしても勇気は人に教えるのが上手だな。え、そうかな。教え方が丁寧で優しくてすごくわかりやすいよ。なんだかこういうのって人と一緒にやると楽しいね。だな。作る過程や出来上がったものでみんなと一喜一憂できるし。これからも一緒にお裁縫しようか。
ユウキがこうやって優しく教えてくれるならいいぜ。それはどうかな。次からはビシバシ行くよ。飴とムチってことか。さすがユウキ先生だな。あ、できたぞ。そうか。形も崩れてないし、見た目も可愛くて文句なしだよ。ところでこれさ、アスナにあげるの？ん？なんでだ？だってほら、赤と白でアスナの色みたいだし。あ、確かに。あれ？無意識にこの色の生地を選んだの？ってことになるのかな。本当に気づいてなかったし。さすが、お似合いのカップルだね。たまたまだよ、たまたま。それにしても、やっぱ勇気の作ったやつの方が俺のよりもうまくできてるよな。ほら、俺のとステータス値が全然違い。見た目じゃなくてそこなんだ。ユウキは自分で作ったリボンを装備したりしないのか？装備？僕がリボンなんて似合わないんじゃないかな。そんなことないと思うけど、試しにつけてみたらどうだ？じゃあちょっとつけてみようかな。いい感じじゃないか。リボンしててもおかしくなんて見えないぞ。むしろいつもと雰囲気が違っていて、なんていうか女の子って感じというか。ちょっと、それって僕が普段は女の子っぽくないってこと？いや、そういう意味じゃなくて、リボンをするとすごく女の子って感じだ。なんかごまかされた気がするけど、まあいいか。せっかく自分でリボンを作ったんだし、たまにはそうしてみるのもいいんじゃないか。けどやっぱりくすぐったい感じがするかな。なんだ、外しちゃうのか？だってまじまじ見られて恥ずかしいんだもん。そうか。でも普段と違う勇気が新鮮で、つい。なんか僕だけ見られてずるい。自分で作ったリボンをつけてみせてよ。は？僕だって見せてあげたんだからいいでしょ。なんだったら僕が作ったリボンでもいいよ。ほらほら。待てって、なんで俺がリボンをつけるなんて、いや、おかしいだろ。でも新鮮だと思うよ。それにさっき一緒にやると楽しいって言ったでしょ。このフリル付きのにしてみる。勘弁してくれ。一緒にやるのは楽しいけど、これは別だって。